ニバルです。練習の最後のところで曲を弾き始める前のところでちょっとバイオリンのどういうバイオリンをきれいな音で弾くためにはどうしたらいいのかっていう理論的な物理的なちょっと解説を加えていますので、よかったらそこも見てください。